お前が後手だ。お願いします。対局開始。将棋を10分切れ負けやっていきたいと思います。初段の方ですか。でも3連勝中。さあ中飛車ですね。袖飛車で、相手振り飛車の場合って三間飛車が一番多いんですけど、まあ、その次に多いのが中飛車ですね。で中飛車って結構例えば角道を突いてこないとか、銀もその4四に上がるか5四に上がるかとかで一歩交換してくるしてこない、まあ飛車先のもう5四歩か5五歩を5五歩保留する形とかいろいろあるんで、その三間飛車は4四銀と4四歩の2つの形を見ればいいんですけど、中飛車って結構分岐が多いんで割と研究をまとめるのは大変だったりするんですよね。ただまあとにかく銀を上がって危ないよね、銀上がって繰り出していくっていうのは共通なんで、そこら辺を軸に研究をこれから進めていきたいと思ってるんですけど、あ、歩開けるかな、これ歩取りになってるから、あ、まあでも歩ついてくるかな、歩付けに歩ついて勝負してみますかね。まあ歩開けないままにしとくっていうのも一つ手でしたか。今この瞬間が、あ、どっちの取れると同歩って取れないんですよね、角に紐がついてないんで。同銀引くか同銀上がるか、超速みたいに同銀上がるで銀を繰り出していくのが一つの手。ただ銀引いて固めるのも悪くはないが、まあ、銀上がりですかね。歩成りはしたくないか。歩なったら同角で裁かれちゃいますね。飛車上がっとくのが一つの手かな。で次に桂跳ねて桂跳ねてってやっていくと1枚駒がここに出せるので、まあ、そこが主張ですね。金上がっとくか。この金上がりってなるべく相手の形が決まるまで保留しとく、この金上がらずに保留しときたくて、例えば飛車こうぶつけられた時とかにその飛車交換に弱くなっちゃうんですよ、金上がっちゃうと。なので金上がりは保留しておくっていうのが私の中ではそう決めてますけど、ああ、でもこれも取り返せないですよね、上がってきたはいいもの。桂跳ねますか。結局飛車でこの歩を取っても同飛車で角が浮いてるんで取れないんで、いい手かなと思ったんですけど、まあすぐ取れることはできないので、どうするのかな、歩作ってて、ね、あれなのかな。まあもしくは、あ、でも銀上がりやすくしたっていうのが一つの狙いですかね。さあ銀上がりには歩成りがすぐあるので、あー、連手もそれ歩なって同銀に桂馬跳ねれるよな。あー、でも飛車成りを見せてるってことかな。果たしてどっちが得か。難しい、それ。いや、なんかどうなんだろう。金上がっとく一回。歩なって勝負にもいけそうだが、金上がっとくのが悪くはならないですね。金上がっとけば歩成りはリスクがありますね。ここは慎重に考えたいけど、まあ金上がっときますか。歩成りにその飛車切りっていうのがちょっと気になってるんですね。飛車成り同銀同角成りで2枚狩りなので、ただここでも駒の駒得できそうなんで、ここでは駒損ですけど、ここの交換は駒得になるので、どちらが得か分かんなかったんですけど、まあ破られちゃうと相手の美濃囲いしっかりしてるので、そこの部分で勝てないと思いました。なので1回は我慢して金上がりましたね。で次に飛とこの歩を飛車で取るのも同飛車同歩で角が成れるんで、常にこの歩は取りにくいっていうのもありますね。
で次に何もしなければ歩成って同銀にも桂跳ね、同桂にも歩打ちがあったので、まあでも取るしかなかったですか。じゃあ取って同歩に香車が取れますよ。まあちょっとリードしましたかね。ただまあ相手も飛車が下ろせるんで、こちらがめちゃくちゃリードしてるってわけじゃないですね。まあ飛車下ろしてくるでしょう。ただ飛車下ろしには桂馬跳ねがぴったりになるので、1回は桂馬取る。あ、じゃあ桂馬取りではない。7分銀が紐ついてますね。これは同銀で取っちゃいたいかな。まあ銀引きとか銀上がりもあるんだろうけど、同銀で別に悪くないんだったら同銀の方がいいと思いますけどね。これは歩を入れる意味があったのかどうか。まあちょっと1枚薄くしたっていうことです。ああそこに行ってくるのか。歩打っても金寄りだけど、角打って同歩に銀打ちとかもあるのかな。一応はちょっと怖いところですね。相手玉まだ硬いのでそこが怖いところだが、無難な手は馬を引いとくとかですかね。馬引きは多分飛車になってくるでしょうね。桂馬取れなくなるが、まあ、馬は桂馬取るためのもので自陣に引いた方が強いとは思うので、で場合によっては端をカウンターしていく狙いもあるので、まあ、馬引いときますか。桂馬があったら5四桂っていう手があったんですけど、まだこの桂馬取られてないのでそれは心配しなくていいでしょう。で次に飛車を下ろして飛車で桂馬を取っていきますか。やっぱ馬はこのラインにいた方が強いですね。桂馬とか取っちゃうよりも。で桂馬入ったら端攻めがやりやすくなりますね。今のところ9五歩同歩9七歩みたいな手はないので、もしくはこの左桂を使っていくか。今回の今回の場合は7七桂から8五桂とかはあんまなさそうですかね。まあ完全にないわけじゃないんですけど、まあこっちの飛車を取ってから、飛車じゃない、こっちで11飛車って下ろしてから桂馬を取ってからと思ったけど、逃げられちゃったか。たたたた、飛車1回下ろしておくのは一つの手。飛車下ろして香車とかもないかな。角に当てるかどうかは微妙なところだけど、当てな、まあ当てて角逃げて香車打つ、いまいちだな。香車打って、まあ、歩が効くからな。歩垂らす、飛車下ろしはしたいよな。飛車下ろす、単に歩垂らすとかもあるのかな。ここに歩垂らして同銀だったら桂馬は取れますよっていうことだけど、まあ何もなければ、あの歩垂らして香車打ってきますか。歩垂らして5五香打っていくのが意外とめんどくさいか、相手からすると。歩垂らしますか。歩垂らして角上がったら香車打っていくみたいな感じで歩垂らしましょう。どこに歩垂らすか。53か5でも、まあ54は52に受けられちゃうから53に垂らしますか。ただまあちょっと気をつけたいのは、この瞬間はその金属の歩っていうのが結構強いんですけど、歩打っちゃってるんで肉になっちゃうんで、それで守ることはできなくなっちゃうっていうのはちょっと欠点ではあるんですけど、まあ今回の場合は角切って同歩とかでも57に打っていく筋はまあ今のところ馬が結構効いてるんで良さそうですね。これで飛車打つか香車打つか。先に香車打ちか飛車打ってから香車打ちかは迷いどころですね。まあ一回飛車下ろしますかね、下ろせるんだったら。で角上がらせといて香車打ちますか。まあちょっと飛車打ちを迷ったのは、その角上がられてし、まあ多分上がるんですけど、で上がった時に桂馬に紐がついちゃうことがありますね。あ、もう切ってくるんですか。なるほど。んでもそれはちょっとやりすぎなんじゃないか。次に香車や香車が気になりますか。香車打つ、いや香車打ち微妙か。
うしようかな。こっち側に強者打っとく。でもこっち側に強者打つとこっち側に打たれるのが気になるんだよな。ハンター風って打ちたいんだけど、あー、角切りもしかしたらいい判断だったか。強者打つ手がそんなに厳しくないかな。あ、でも風なって同金同香なりは厳しいか。強者打ちますか。強者打ってくるでしょう。強者打ちにどうするか。77馬とか88馬って引いて耐えれるならいいしけど、ちょっと怖いですか。まあもう一つは風、ちょっとやばい、まあ押すか動かない。風ついて同香に風っていうバックの風っていう手筋があって、それで受けるのもありなんですけど、今回の場合銀持ってるんで歩突いての時に銀打たれたりするのがちょっと怖いんですけど、まあそれは大丈夫ですか。とにかくこの金が今浮いてる形なんで、浮いてるというか玉が逃げなくなると取れる形なんで、そこだけは気をつけたい。まあ、あ、でも歩でいいか。あ、歩でいいかな。いろいろ浮き方はあったと思います。馬引き、馬が引くか。3分。なるほど、強者を奪ってもう一回強者を足してくるっていうのは早いかもしれないですね。確かに。まあこれは歩なり角打ち込むっていうのはさすがにやりすぎですかね。歩なるのが自然ですか。で同銀同香なり同金で次に強者を打ってくるってことですよね多分。あ、金で取るんですか。金で取る、金で取るはさすがにやりすぎなんじゃないか。金打ちがあるぞ。さすがにだと思うな。強者打ち部分的には厳しいんですけど、まだつなられても玉はこう逃げていけるんですよ。6、8、5、7って。なのでここは受からなくなるんですけど、あーでもそういうことか。2分30秒。角打って銀取るとかはなさそうかな。ちょっとやりすぎか。やってみたくはあるけど、無難に金取っとくか。いや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 、同金に銀取ってで香車も浮くんで、まあ角渡しちゃうのは痛いですけど、まあ犠牲に次この成りが、飛車成りが厳しい。飛車なって、まあ、次にぶった切ったり金寄ったりで、とにかく7一銀だったり6二金から7一銀っていう筋を狙いたいですね。でこの強者がむしろ逃げ道塞いじゃ、あでも逃げ道塞いじゃってるっていうよりは馬の切り消してるから、むしろ今回はでかいかな。あーこの2分入るかな。それ同馬が同金で取るのが、まあ、同金は流引きがあるので同馬って取るのが自然だけど、取っちゃう手もありそうですね。なっても詰めろじゃないんで、取って取っての瞬間に決め手があるか。ぶった切って金打って銀打って、さすがにやりすぎかな。どうやって取れますか。まあこの、歩取らないとこの歩も取れる形にはなってるんで、ちょっと怖いって次終わりましたね。いや取っちゃって勝負に行くんだろうな強い人は。でも入らないぞ、さすがに。1分30秒。角のライン通したってことかな。角打ちとかを狙ったんでしょうけど、まあそれはさすがに遅いですね。桂成りが何でもないですからね。それは勝ちになりますかね。まあ粘るんだったら歩ですか。いやそれは粘りにはなってない気もするが、飛車渡しちゃうと危ないってことは飛車切りの筋はないんですか。なるほど、次に竜切って金打って銀打って寄ってくぐらいがいいですかね。あ、まあ受けるんだったら歩だったかな。1分。ちょっと時間ないんで竜
級バッサリと見合いましたけど。ただこれは馬塞いじゃったのが悪手ですね。ただ現状は詰めろ、銀ならず、もしくは銀打ちから、あ、それは銀打ちですね。最後に93に香車打って81銀ならずで詰みですね。逃げるんだったら香車開けるとかだったかもしれないけど、まあこれは一手一手になってるでしょう。さっきはありがとうございました。いやちょっと見せが足りなかったんですけど、まあ中飛車をうまくとがめることができたんじゃないでしょうか。